やフリック選手のルーズボール素晴らしかったですね。フリッピンのペリメータージャンパーが決まりました。エバンス野村ショットクロックありませんがフローター。今の素晴らしい、なかなかいい入りしてますね。そうですね、はい。こうフリッピン、エバンス、フリッピンとエバンスの通年ゲーム。今村がヘルプに行きましたがガードナー深いところからのスリー、リバウンドはシェーファーがもう一度取る。ローレンス、ローレンスベースラインからアタックして、まあ、出てるなっていうのは印象を受けますよね、はい。ローレンス合わせますがクーリーのブロックショット、ターンオーバーになります。今村かクーリー、ガードナー、アンソニー、スリーポイント、いい、ローレンス、ユートフ、ユートフ、ダーダムのディフェンスかわしてダンクで24対22、琉球が2ポイントリードの状態で第2クォーターに入りました。ダーラム、わ、素晴らしいブロックですね。ローレンス選手2点ですね、はい、相手に取られてますからね、はい。でスミノのジャンパーで、クーリーとガードナー、岸本もスリー、ショットクロックギリギリで決めてきました。あ、ここでいやガードナーがショーディフェンスに出たところをターンオーバーで、隅のレイアップ、あ、ターンオーバー、ガードナーそのまま運んで自ら決めました。ダメだと、クーリー呼んでクーリーに合わせる、クーリーのダンク、ちょっと三河混乱しましたか今。クーリーとユートフ、まあ、スミノのヘルプ来てますが、クーリー粘る、ボール動かして岸本のディープ、ベースラインから、そしてキックアウト、クーリーのスミノ、クーリーのリバウンド、エンドワン、ガードナーと西田が続けるゲーム来ましたね。まあ、そこで手が下がっていると引っ掛けられてね、ファールを誘われるっていうケースがあるんですよね。あ、残り 1.2 秒でダーラム、ユットフ、スミノ、スミノのペリメーター、よく見ましたね。イカのポジション、ユートフ、おお、スリーポイント、ユートフのスリー来ました。彼は試合前瞑想して、その後いきなりスリーポイント決めてたんですけど、決めてきました。ああ、ダーラム、ナック。でした、琉球です。そうですね。シェーファー、シェーファーの成功。いや、一進一退。でもフリッピンのシュートをクーリー。今シーズン4度目の対戦です。ダーラム、波里、トップからラインちょっと踏んでました。フリッピンのアタック、あ、ガードナー自分でペイントアタック、ほぼフォアワード関係ですよね。シェーファー、ローレンスです。あ、ここでリフレクション、ターンオーバー、ダラムで、エヴァンス決めた、リカーとしては痛いターンオーバーになりました。中野そのままレイアップ、ブロックショットはダーラムです。そうですね、ブロックショット、ブロックショットでしたね。そして時計を進めながら、んコンテナさんスリー打たない、ここで試合終了となりました。